どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかです。さあ、続きやっていきましょう。あー、疲れた。それにしても、天狗タワーで襲ってきたあいつ、一体何なんだろう？やっぱり、精霊関係なのか？わからない。こういうのはやっぱり、小鳥に任せた方がいいのかな？だけど、俺も一つだけわかったことがある。ただの勘違いかもしれないけど、何かがおかしい。何かがずれているような感覚。病み上がりで調子が悪いせいかと思っていたけど、今回のこともあって違うような気もしてきた。俺には違和感があるけど、みんなにとってはそれが当たり前になってる。結局、俺自身も何が違和感なのか、やばい、おぼろげな気がするんだけど。もしかしたらだけど、俺の感覚の方が正しいって可能性は？みんなの方がおかしくなってる、その可能性。もしかして、そんな力を持つ精霊が。って、こんなこと言ってると小鳥に馬鹿にされそうだな。今俺がやらなきゃいけないのは、当該吉野たちが暴走しないようにデートを続けて安心させてやることだ。それでなくても、当該の様子がちょっと変だったしな。ん？今はただ俺ができること、なすべきことに集中していこう。して明日になるということだな。30日か、次が。来た、6月30日。金曜日。これでも一日結構長いよね、ふと思って。まあ長いって言い方悪いけどさ。シード。ああ。シード、起きなさい。あれ、小鳥なんだよ、こんな朝早く。報告があるの。朝食前に少し時間もらうわよ。わかった。ちょっと待ってくれ。それで報告ってなんだ？例のモニュメントのこと？それとも襲ってきた奴のことか？どっちかじゃないわ。両方よ。おお、来た。両方。あのモニュメントに近づいた時、それを妨害するかのように天使のようなものが現れた。それは間違いないんでしょ？ああ。ならそれはセットで考えた方が自然よ。確かにそうかもな。で、あいつは何だったんだ？精霊なのか？断定するには材料が少なすぎるわね。観測数値の記録だけで言えば、精霊に酷似しているのは確か。どういう意味だ？数値上は、精霊のそれに限りなく近い存在ってこと。加えて、指導の報告通りなら、トーカたちのような自由意志のある精霊とは別種の存在だろうけど。ん？シドウの脳がアザミウミタマゴバチより少なかったとしても、それぐらいの想像力は持っててほしいわね、人として。なんだよその蜂。もういいわ。とにかく霊力で生成された存在であることは間違いない。シドウから聞いた状況から考えるに、ゲーム的に言うとゴーレムとかガーディアンとかそんな感じね。ああ、なんか現実離れしてる感じだな。シド、それは自分の状況をちゃんと理解してから言うべきだってわかる？すまん。シドの話を信じるなら、おそらくその天使みたいなの。ガーディアンは防衛用なのよ。つまりあのモニュメントはそうまでして守る必要がある。自動で守るようにセッティングされてんのか。なるほどな。でも詳しいことはさっぱりって感じか。ええ、そこまではさすがにね。だけど少なくとも結界に関わってそうなのは確かよ。試しに指導から報告のあった時間帯に絞ってモニュメント周辺のレイハパターンを解析してみたの。それで何か分かったのか？あのモニュメントから微弱に出ている霊波パターンの波形、天狗子を包む広域結界と重なる。やっぱり関係あったんだよ。規模が違いすぎて危うく見落とすところだったけどね。思いつきで試してみたらぴったり一致したの。それってつまり結界とモニュメント、2つの存在は密接に関係しているわ。要するにね、結界もモニュメントもガーディアンも全部根源は同じである可能性が極めて高いのよ。
これが指し示す答え。あのモニュメントは結界を支える足場に間違いないわ。この前言ってた足場の一つがあのモニュメントなのか。じゃああれを壊せれば。それでうまくいくならもうやってるわよ。残念ながらこれはそんな簡単な話じゃないわ。もしかして一つじゃないとか。勘がいいわね。その通りよ。この天宮市のどこかにあのモニュメントのように擬態化してる別の要があるはず。じゃあ今度はそれを探し出さないといけないのか。じゃあまだまだ序の口ってことだな。ええ、まだまだ先は長いわ。けどね、シド、それを調べるのはこっちの仕事よ。シドはデートを優先してちょうだい。けどこのままじゃ。もちろん、何か気がついたことがあったら報告して。でもそれ以上はダメよ。わかった？ああ。解析がうまく進んで、敵の根城も分かってくれれば楽なんだけど。敵？さっきのガーディアンか。それを作った親玉のことよ。結界で私たちを閉じ込めておきたがってる何者か。って、もうこの話は終わり。あなたはあなたのするべきことをしなさい。すまん。でもなるべく協力するよ。早くなんとかしたいもんな。みんな辛いだろうし。念押ししておくけど、今のあなたは不死身じゃない。絶対に無茶はしないでちょうだい。ああ、約束するよ。ほんと心配でレーネより寝不足になりそうだわ。なんでもないわよ。おう、まあしょうがないよな。頑張るしかないよね。探して。朝ごはんできた？待たせて悪かったな。ちゃちゃっと食べちゃってくれ。シドウさん、おはようございます。やはーい。お、吉野、おはようさん。ちょうど朝飯が準備できたところだから、出来たてのうちに食べてくれ。トウカならもう学校に出かけたよ。飯はいらないって言って。あのトウカが朝食も食べずに出てったっていうの？驚きすぎだろ。でも珍しいよな、あいつが食欲ないなんて。なんだよ。なんでもないわよ。ま、そのうちわかるわ。そういうもんなのか。なんだろうな、またなんか本に悪影響されてる気がするけど。ああ、今日は一人で投稿か。なんだろう、いつもの景色なのになんかやけに寂しく感じるな。なんかが足りないような。なんだろう、なんかはわからないけど、この心の中に穴が開いたような感じは。もしかして投稿がいないせいか。いや、そんなことはないよな。いや、あるだろう、多分あるだろう、それだろう。もう僕年次普通に投稿しちゃったけど、今日はなんだか落ち着かないな。こんな気持ちじゃ誰とデートしたって楽しめないぞ。早く気持ちを切り替えないと。え、ああ、わお、嘘。すまん、大丈夫かい。平気。わお、いや、平気じゃない、全然平気じゃないって。それはほら、いいから早く捕まれよ。ありがとう。堂々。いや、悪い、ちょっと考え事してて。考え事？ああ、でも大したことじゃないから気にしないでくれ。そう、ならいい。もうすぐチャイムが鳴るな。あと5分17秒。そうか、じゃあそろそろ席に着かないとな。教室に入らないか。なんだろう、なんかわからないけど一瞬でどっと疲れたな。もう考え事をしながら歩くのやめよう。おいおい、なんちゅうハッピーイベントだよ。次回行きます、お楽しみに。
俺さ、この間ドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 、